皆さんこんにちは、安部氏です。今回は夏休みの読書を振り返ろう企画。これまでも月ごとの読料本紹介とか半期のね2023年上半期ランキングみたいな動画を定期的に出していて、今回は夏休み読書編です。夏休み読書なのでなんとなくね緩い感じでこんな作品読みましたみたいなタイトルぐらいの振り返りになってしまうんですけど、今回はね国内ミステリー作品紹介していこうと思いますので、ミステリー小説好きです、気になりますという方はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。ということでね、夏休みに読んだ本を振り返りつつ、夏の思い出なんかもね振り返っていけたらなって思います。最初にね夏休み読書のテーマからねお伝えしていくと、新作じゃなくてでもずっと気になっていた作品を読んでいこうっていうテーマで夏休み読書してました。少し前にやった企画で3日間レトロ読書生活って言ってね、昭和ミステリーを読んでいる企画があるんですけど、なんかそこら辺からね、そう気になってたけどなかなか手を伸ばせていなかった作品読みたいなっていう気持ちはだんだん強くなってきて、夏はね本当にそんな感じで読書してました。でどんな作品読んでいたのかというと、有栖川有栖さんの作品ですね。有栖川さん作品といえば こちらの月光ゲーム Y の悲劇88だったり、あとねこちらスウェーデン館の謎とかね国名シリーズ読んでいるんですけど、ポツポツ読んでいた気になっていたんですけど、長編作品あんまり読めてないなと思って、今回はねサッカーリスシリーズ、木村秀夫シリーズの長編作品で気になっていた作品をね立て続けに読むっていう感じの読書をしてました。読書ツイートとかもしてるので SNS フォローしてくださってる方は、急に有栖川有栖さん作品のツイート増えたよねって思われてた方いると思うんですけど、連続してねわーって読んでました。今回ね読んだ長編は5作品あるので、その5作品をね軽くなんですけどダダダッと紹介していくと、1冊目の作品は木村秀夫シリーズ長編作品の朱色の研究です。読書ツイート参照でスマホを見ながらね話していきます。2年前に起こった未解決の事件を、木村先生がその事件を捜査していくっていうところから始まっていくんですけど、そこに謎の電話がかかってきてみたいな、そういったスタートになっていて、こちらはねもうタイトルがシャーロックホームズっていうところでめちゃくちゃ気になって読みました。シャーロックホームズの長編作品で黄色の研究っていう作品があって、黄色が朱色になっているっていうようなタイトルになってて、でこの作品の中でもねワトソンとか出てきたり、壁に血文字がみたいなこともねアリスがね言ったりするんですよね。そういうのもすごく面白かったです。幽霊マンションが舞台になっていたり、オレンジ色恐怖症っていうね夕日とかそういうオレンジ色が怖いっていう人が登場したり、あとは不可能犯罪みたいな雰囲気もあったりして、もうそこでねもう一気にその世界に引きずり込まれたっていう感じだったんですけど、特に印象に残ってるのがこのタイトルにも朱色ってなってる通り、夕焼けの描写が本当にすごくて、読んでてうわってなるほどすごい夕焼けの描写が出てくるんですけど、怖いぐらいの朱色オレンジ色で表現されてて、それすごかったですね。昨年刊行の作品で木村秀夫シリーズ最新長編なんですけど、捜査線上の夕映えを読んでて、でこちらの作品もそういえば夕焼けだと思って、最新長編と初期の方の長編作品でなんとなくねそこでつながった気がして、すごく感動的でした。あ、なんかこんな感じでなんかあらすじとかも何もお伝えせずにただただ感想をお伝えしてしまってるんですけど、今回はねもうこんな感じでやっていきます。続いて2冊目の作品は新潮文庫から出ている絶叫城殺人事件です。こちらはねもうタイトルが本当に魅力的すぎて、内容も本当にすごいんです。何々殺人事件ってなっている本格ミステリーの短編が6作品も収録されているっていう、もうねめちゃくちゃ贅沢な本格ミステリー短編集です。それぞれのねその〇〇殺人事件の中に帝とか案とかローとかソーとかね、あとはタイトルのジョーとかその館のね名前が出てきて、しかも木村先生とアリスのコンビも登場するっていう、もうこの作品はもうとにかく贅沢だったなっていう、ミステリー好きにとってはねもうこれはもう読まずにはいられなくなるような一冊でした。あとはねこの作品の中で登場する古中庵っていうね、壺の中の庵って書いて古中庵なんですけど、それはね密室殺人事件の話で、その舞台になってる密室が本当に面白くて、これはねもうぜひ密室ミステリー好きの方にはね見てほしい密室です。なんかその密室行ってみたいなってなると思います。続いて3冊目に読んだ作品は
こちら長編作品なんですけど、ランアの島を読みました。2007年版本格ミステリーベスト10第1位をね受賞している作品です。ちなみになんですけど、こちらはね視聴者さんにお勧めいただいた作品で、気になっていた作品でね手に取りました。タイトルのねランアの島ってなっている通り、孤島ミステリーで、日村秀夫のサッカーリスシリーズで初の孤島ミステリーらしいです。いろんなね間違いとか偶然が重なったことによって、本来の目的地とは違った島に行ってしまうっていうところから物語がね始まっていく感じで、ここに着いた時から、あ、これもねクローズドサークルになっていくんだろうなってっていうのがもう分かりつつ、そうやって物語が展開していくっていうところが本当にねワクワクで、あとはねこれランアの島のランアのあ、これはねカラスですね。カラスの島みたいな感じでね、わーってカラスがいっぱい飛んでいたりするので、物語もずっとこう不穏な感じが漂っているし、あとね物語の中でエドガー・アラン・ポーの作品が取り上げられるんですよね。詩があるんですけど、その詩が結構ね出てきていて、エドガー・アラン・ポーの作品もねもっと読みたいなってなるような一冊でした。夏休み読書なので、ちょっとねここら辺で夏の思い出も少しお伝えしていこうと思います。やっぱり夏になると夏っぽいことしたいなと思って、毎年ね恒例でいくつかやってることがあるんですけど、花火大会ですね。コロナとかでね結構中止になってて、昨年からね再開されて、で今年も花火大会行ってきました。なんかその会場が見えるぐらいのちょっとねあの街中で見たっていう感じだったんですけど、そう夜出かけてきて今年も花火見れて嬉しかったです。あとはね誕生日ですね。誕生日ありました。いつもね誕生日の時には誕生日ツイートみたいな感じで SNS で投稿してしまうんですけど、今年は SNS の投稿に加えて YouTube のコミュニティ機能でもね本日誕生日を迎えましたみたいな投稿したところを、皆さんからね本当に温かいメッセージを、ね、たくさんいただけて、もうめちゃくちゃ嬉しかったです。お礼をお伝えする機会がなかったんですけど、夏休み読書振り返り動画の中でお礼をお伝えさせていただければと思います。本当にありがとうございました。そう、 YouTube やってなかったらこんなたくさんの方からお祝いしていただくことなんてないなって思うので、またここから1年頑張っていこうって、そんな感じになりました。あとはこれはイベントっていうわけではないんですけど、今年も夏野菜ですね、家庭菜園で夏野菜たくさん食べましたね。夏野菜カレーを作って食べるっていうのが本当毎年好きで、でこれを食べたら、うわ夏だなってなるっていう、はい、という感じで、皆さんも夏の思い出ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ということで、ここからねまた読料本紹介に戻っていくと、4冊目に読んだ作品も長編作品で、狩人の悪夢を読みました。こちらはね角川から刊行されている作品ですね。悪夢がモチーフになっている長編作品で、初期作品ではなくて割と最近の作品ですね。木村秀夫シリーズに関してはあんまり順番関係なく読み進めてて、時系列とかもね結構行ったり来たりしながら読んでいるんですけど、こちらのシリーズ読んでる方はねおってなるようなタイトルになってます。シリーズ全体を通しても結構悪夢っていうのが重要な役割を果たしていて、狩人の悪夢っていう、この狩人っていうのはイコール木村先生ですね、その悪夢っていうところで、でそのタイトルを見た時に、あれもしかしてって思って気になって手に取った作品でした。これはねちょっとネタバレになってしまう部分もあるので、ぜひね読んでいただきたいんですけど、すごくワクワクのタイトルになってます。眠ると必ず悪夢を見る部屋みたいな、そういった部屋が出てきて、でその部屋があるのが人気ホラー作家さんの夢森荘っていう、そこに行くことになるんですけど、そこでやっぱりね殺人事件が起こってしまって、結構ねこれは衝撃的でしたね。凶器が弓矢で、〇〇がなくなった死体、壁に残された〇〇みたいな、本当にねザ本格ミステリーっていう事件だし、そういった感じで展開していく物語になってます。で読み終えた後はやっぱりシリーズ中でも結構大事な一冊なんじゃないかなって、まだそんなにねたくさん読んでない段階でも、あ、これは大事だなって分かる、そんな一冊になっているので、木村秀夫シリーズ読んでるけどこれ読めてなかったんだっていう方いたらね、ぜひ読んでいただきたいなっていう一冊になってます。あとはなんといっても本格ミステリーとして展開されていく、その展開のされ方がすごく良くて、謎がねどんどん出てきて、木村先生とアリスがいろんなことをね言い合いながら少しずつその検証していくっていう、すごくねこうロジカルに展開されていった結果
果だんだんね真相に近づいていくみたいな、すごくね面白かったです。続いてラスト5冊目の作品ですね。5冊目の作品はダリの眉です。こちらは初期長編作品ですね。日村秀夫シリーズの一番最初の長編の46番目のミスを読んで以来、次はダリの眉を読もうってずっとね思っていた作品だったんですけど、全然読めてなかった作品で、今回ねようやく読みました。ダリの眉っていうところがこの作品で起こる事件をすごく表してるんですけど、サルバドール・ダリっていうその芸術家の人がいて、ダリがめちゃくちゃ大好きっていう、浸水してるっていう宝石会社の社長が登場するんですけど、その会社の社長がフロートカプセルっていうカプセル型のすごく疲れが取れるお風呂みたいな、そういった中で死体となって発見されるっていうようなね、そんな感じの事件なんですけど、でもねその捜査が進んでいくんですけど、調べれば調べるほど謎が謎を呼ぶし、なんかどんどん読んでて複雑になっていくような気がして、真相にたどり着くまで本当にもうすごく振り回されたなっていうような作品になってました。名探偵の推理にも身を委ねながら読んでいくっていう、その本格ミステリー読んでるなっていう感じがすごく強くて、それがねすごく面白かったです。あとはね、作中にサルバドール・ダリの作品が出てきたり、ダリのエピソードが登場するので、そういえば名前だけ聞いたことあったけど作品とかま知らないなっていう、今回ね改めていろいろね調べてみて、そういうのもすごく面白かったし、あとはねやっぱり事件とか何もないんだったらフロートカプセルねちょっと入ってみたいなって思いました。はい、という感じで有栖川さんの作品をねひたすら読んでいたんですけど、こっからは有栖川さん作品についてダダダッって読んだからこそ感じたこととか、これからねこんな感じの作品も読んでいきたいですみたいな、そういったねふわっとした話をねお伝えしていこうと思います。やっぱり有栖川有栖さんの作品を読んでて思ったのは、安定感がすごいなって思いました。ミステリー作品読みたいなっていう、しかもものすごい本格ミステリーな展開の作品読みたいなって思った時は、有栖川さんの作品のもう短編でも長編でももうどれか読んでいれば間違いないんじゃないかなっていうぐらい、もう本当にねとことん本格ミステリーでした。日村秀夫先生は大学にいてフィールドワークって言って、いろんな事件の現場にこう行くことになるので、舞台もね島だったり、なんとか荘っていう建物だったり、いろんな場所で事件が起こったりするし、いや今ミステリー読んでるなっていう感じがすごく強くて、それがねすごく面白かったです。あと読めてない作品とかで気になるのは、鍵のかかった男をまずね長編作品気になっているのと、インドクラブの謎、カナダ銀貨の謎とかをね読んでいきたいですね。あとは今公文社文庫から新装版が出ていて、それもすごく気になって、表紙がとにかくもうねめちゃくちゃおしゃれで、新装版だし、短編集なのかな中編集なのかちょっとわからないんですけど、それもねすごく読みやすそうでね気になってます。あとは今回紹介した以外の作品で、あとは幻坂っていう短編集も読んでいて、日村秀夫シリーズではなくて怪談集みたいな、そういった怪談がテーマなんですけど、その中に収録されていた作品で浜地健三郎シリーズの作品がありました。心霊探偵みたいな感じで、そちらもねシリーズ作品があるみたいなのですごく気になりました。今回は夏休み読書を振り返ろうみたいな感じで、なかなか読めていなかった日村秀夫シリーズの作品を一気読みしましたよっていうような夏を過ごしてましたという動画でした。夏休みはこんな作品読んでましたとか、ぜひですね皆さんの夏休みに読んだ作品などもね教えていただけると嬉しいです。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。